どうも、スタリーコーチ代表の石田です。石田です。マミオダです。さあ、今回の動画のテーマはこちら、東大英語80点取る勉強法についてです。80点？高っ。80点です。120点満点で80点というだいぶ高得点な点数、どうやって取ればいいのか石田先生にお話ししていただこうと思いますんで、ぜひ動画の最後までご視聴ください。それでは最高。80点ですか。はい。80点ですか。もう余すことなく解説していきます。ちなみに伊沢先生は何点でした？僕はね、51点。うわー、考えてる。120点中ね。なかなか東大で見ないんですよ。60点70点台に収まるっていうのが基本で、80点以上はだいぶ影響の人ですね。英語が強い人ですよね、うん、石田さんってどれぐらいでした？82点です。そうか、もうちゃんと80点超えてると、はい、まあ、僕とその時点で30点は差がついてるということなんですけど、模試では普段から東大の英語でね、点数は取れていたの？実は模試でそんなに取ったことなくて、うん、結構50点台出てたり、うん、一番良くて70後半とかだったかな。なんで本番が一番高かったです、うんうんうん、本番で実力発揮できたと。河合の英語がめっちゃ難かった模試があったんですよ。へえ。だってもう50点とかで、はいはいはい、11月だったんで、うん、これは大変だと思って。焦りますね。焦りますね。勉強しました。僕は秋で40点台取ってた記憶があるんで、それも焦りましたが。5月20日、神奈川県センター南に、スタリーコーチセンター南校がオープンすることが決まりました。他の校舎同様、オンラインで東大生総決戦と学習計画を立てて、校舎で学習徹底管理しますので、難関大学難関高校合格を実現できるような校舎となっています。ぜひ近い方は無料体験を受けてみてください。詳細は概要欄から。まず英語の特徴、まあいろいろ東大の英語って特徴があるじゃないですか、まあ、視聴者の皆さん、ここから東大も目指したいっていう人もいると思うんで、はい、まずどんな特徴があるのかについて話してもらってもよろしいでしょうか？はい、私が特に思うのは2つあって、うん、1つ目が問題の形式というか、はい、結構たくさんの種類の問題が入ってるんですよ、うん、時間配分が命とか言われるじゃないですか、はい、本当に舐めてかかると絶対無理なんですよ、うん、っていうのが1つ。どんな形式があるっけ？大体毎年同じで、文法系と、あと文章穴埋め系、並び替え系と、うん、英作文、あと長文と和訳ですね。まだある。ようやく、まだ、ようやくとリスニングもありますよ。いっぱいありますね。もうオンパレードじゃない。はい、そうなんですよ。全部が出てくるんじゃないか。総合力って感じ。そうだよね。はい。2つ目が長文問題にちょっと癖があると思ってます。うん、はい。結構本質的な読解力っていうか国語力を問う問題なんじゃないかなって思ってます。うん、苦労しますよね、一回はね。僕は読解力がなかったから国語も死んだし、多分他の動画で出しましたよね、はい、ショートかな。この方とかがね、50点とか、ね、55とかだっけだと思います。国語が80点まで55なんだけど29なんですよ。やばいですよ、60点ぐらいこの2科目で差がついてる。やりました、ね、すごい、逆にすごい。国語がまずできてることが大前提な気はする、うんうん、東大英語でね、点数を取るために、うん、東大の入試とかになると、なんか理科とか数学とかもなんか国語力ないと解けない問題ありません？そうなんですよ、ね、ちゃんと読まないといけない。そう、解説も国語力必要みたいな、ね、そうだね。そういう長文問題の癖ってのは東大英語ではかなりありますよね。はい。スタディコーチ公式 LINE 登録者限定で Kindle で有料販売をしているスタディコーチ東大勉強大全を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、その他勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちも自信があるガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。その中でじゃあ、うん、心がけること、ちゃんと80点取れるためにやるべきこと、心がけること話してもらわないと困りますね。困りますね。本当取れなかった身としてはもう教えて。本当東大英語のための心がけが2つあって、その前に1個めっちゃ基本を喋ろうと思うんですけど、毎日読む。あ、これは私生徒に必ず言ってて、はい、それ用の参考書も結構買ってもらうことが多いんですけど、うん、とりあえず1ページ分ぐらいの長文、短めのやつが入ってるやつを買って毎日1個読むっていうのがめちゃめちゃ大事です。もうなんか読み慣れた英文でもいいし、うん、本当に3分とかでもいいんですけど、うん、毎日っていうのが大事です。なるほどね。それはもうちゃんと読むだけでいいのか、うんうんうん、音読とかまでするべきなのか、なんかどの程度までやるんですかってよく聞かれるんですよ、はい、どの程度までやるべきでしょう？私がおすすめしてるのは、自分で解いた問題、ちゃんとした演習とかを自分で解説できるぐらいに理解して読むっていうのと、ね、全く新しい英文を読む、とりあえず読んでみるだけっていうのを積み上げる時期と受験直前期で使い分けてもらってます。積み上げる時期っていうのは、はい、もう新しいやつをたくさんやる。積み上げる時期は逆に知ってる英文
英文を読み慣れる、なるほどね、ことが大事、はいはいはい、結構読み慣れてくると英文スラスラ読めるようになるので、うん、そしたら毎日新しいのを読んで頭の体操みたいな、はあはあ、自分自身の失敗談あるあるとして、うん、積み上げる時期に英語長文たくさんやんなきゃってので新しいのどんどん解いて、うんうん、ちゃんと読めてないのに次に行っちゃうみたいな、うんうん、で英語の苦手意識がどんどん増して、もうやりたくねえみたいなNG パターンですね確かにそれはあるね、はい、最初の時期はもう学校の授業でやったもの、うん、もしくは問題集でやったものを何回もやって、はい、英語を読めるっていう意識をつけるっていうのも大事だよね、はい、それがまあ大前提の一つ目と、はい、で本題一つ目、はい、時間配分、さっきも言ったんですけどちゃんと自分で作りましょう、うん、テンプレを真似するんじゃなくて私も作りました。120分をこうやって軸にして、うん、最初の30分台本に読むとか、うんうん、リスニングがここで入るからリスニング終わった直後に文法やるとかね、うんうん、何でもいいんですよ。何でもいいんだけど自分のルーティンを決めないと、うん、わたわたしちゃうので、うん、東大英語では必須です。なるほどね、はい、なんかここって共通テストにも当てはまることかなと思うんだけど、うん、これどうやってルーティンというか解く順番を見つけていくのか、ここも多分皆さん悩むと思うんですよね、うんうんうん、どうやって見つけてました？私は前から解いてみるのと自分の好きな順で解いてみるのとやって、あと大問一問にかかる時間を全部測りました。あーなるほどね、ガチャコンガチャコンってはめていって、あとはリスニング前後っていう枠があるので、うん、そこで何分にしたらちょうどいいとか、あとリスニングの前のすっきりした頭でやりたいのか、うん、こう慣れてきた頭でやりたいのかっていう分類でやってました。なるほどね、はい、と一個あって、はい、大問に穴埋め私全然できないんですよ、うん、ちゃんと解いた方ができないってぐらいできなくて、はい、一番最後の3分ぐらいに入れてました。あー分かる、はい、あと大問4の A のさっき出てた文法とか、はい、これめちゃくちゃ難しいの、うん、どちらも捨て問だよあんな、うん、なんでそれは一番最後に回して、うん、まあ得点できたらラッキーぐらいでいいんだよね、うんうん、適当に書くぐらいでも全然時間を一個一個測って、うん、もう基本的に A 作文には何分かかりますけど、うん、把握してそれで戦略を事前に立てておくっていう、うん、これ本当共通テストとか他の大学にも使えるね、うん、皆さん本当ここは真似してみていいかなと思います。2つ目苦手つぶしです。これは結構ありきたりな言葉だと思うんですけどちょっと意味が違って、うん、さっき言ったようにあらゆる種類の問題が入ってるんですよ、うん、ってことはあらゆる種類解けないと10点20点をポカーンって落とすんですね、うん、なんでちゃんとやりましょう苦手なところを耳が痛い耳が痛いよ、まあ、本当にやってもやってもできなかったら捨て物でいいんですけど2個も3個も捨て物にしてると本当に点数取れなくなっちゃうので逃げるなと逃げるなやばい逃げたくなってる。ちょっと逃げたいですね。フラッシュバックしてきた受験期の頃が。本当ね、いろんなパターンがあるからもう、でもここがまた東大入試の大変なところなの。英作文対策して、要約もちゃんとやってリスニングもやって、しっかり全部できるある程度できるようになって初めて点数が取れるっていう入試なんだよね。そうなんです。うん。大変です本当に大変なんだよな本当苦手つぶし、どこの分野が苦手かってところはね早めに把握をして、あと低学年のうちから少し東大を意識して対策できることもあると思うんですよそれこそ英作文対策だったら例文をたくさん覚える、うん、これは普段の英単語英熟語の勉強でも例文があるから、それを暗記するとかね、うん、そういう勉強もすごいできると思うんですよ。もう一個大事だなと思うのは低学年の人こそ早めに東大英語を解くこと、お問題形式をまず知ること、一緒ですもんねずっと、そうほぼ一緒、うん、4の A がちょっと年によって1年ごとだったかな、うん、交互に変わるっていうぐらいでもうほとんど一緒です、うん、なんでそこの形式を知るってことはプラスアルファで大事かなとは思いますね、はい、ここまでいろいろ言ってきたんですけど、まとめるとやっぱり苦手を作らずに基礎をちゃんとやるっていうのと、コツコツやることが大事です、うん、みんな頑張って一緒に80点取りましょう。取ってくれ俺の借りを返してくれ。はい、ということで今回の動画は石田さんに東大英語80点取る勉強法をお話ししていただきました。しっかりとね英語積み上げて基礎力コツコツ対策していけば80点も夢ではない。英語で80点取れればね東大合格可能性かなり上がるよ、うん、っていうぐらいね120点満点の大事な科目ではあるんで、ぜひね東大志望者の方はコツコツ英語を勉強してみてください。この動画がいいと思った方高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また今後も動画発信していきますので楽しみにしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。